おはようございます。ひよこ豆を炊飯器で煮てみました。簡単ですね。これが2番目はこれでやろうと思います。完璧ですよ。で、特に今回やってみたのは重曹をですね、使って柔らかく煮るってやつですね。前の晩から豆を水に浸すんですけど、その水の中に重曹 2% ぐらい入れるんですよね。そうすると簡単にすぐに煮えます。これはいいアイデアです。なかなかね、やろうかなと思うけど、ちょっとね、不安っていうの、未知な部分だから、ちょっとどうしようかなと思ったんですけど、何事もね、体験経験もう3倍ぐらい経験を積むとですね、やっぱり経験値上がりますね。何でもかんでも体験が一番大事だと思います。経験値が上がるわ。脳が活性化します。すごい面白い。簡単。これで、ね、フムス作ります。